どうも、横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。それではね、今日も白の悪手をとがめようということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずどうでしょう、この構えを見た時にんとちょっと違和感がありますでしょうか。ぜひね、違和感があるという方はね、もうあの次の動画見てもらっちゃっても構わないです。前の過去の動画とかね、見ていただければ。ただこれね、違和感ないよっていう人はぜひこの先もね、最後までご覧いただきたいなと思うんですけども、はい、この構え実はね、ちょっと変な構えなんですよ。っていうのも何が変かというと、滑りを打ってるのに広く開いている形なんですね。これあの滑りを打った以上はね、よくある定石はこちらなんですよ、二間開き。で逆に滑りを打っていなければね、これがなければこう広く開くのもあるんです。はい、ですけども今滑ってるのにここを開く、あの広くね開いてしまってるよということで、実はこれはね定石にはない点になるんですね。要は白がちょっと悪手を打っている、まあ知らないで打ってるケースがほとんどなんですが、割合このあの私のね囲碁サロンの方でもちょっと見ることがある構えです。はい、これ実はね白に重大な弱点がありまして、この形を見たらですね、ぜひここの真ん中にですね1と打ち込みたくなりますね。はい、こちらが非常に大事な一手です。はい、ここに打たれるとね、やっぱちょっと嫌な形になってしまうんですね、白は。はい、でこの時白としてもつけるぐらいですね、何かこんな風に下側打つとですね、ピョンと飛ばれて、これははっきりとね両方の石が分断されてしまうので白としては嫌ですよね。はい、なので白もつけるぐらいなんです。ですけどもこれで伸びておいて、はい、この時に伸びが大事ですね。結構ねここで跳ね出しちゃう方いらっしゃるんですが、これはね切られてかえって黒もね苦しい形になりやすいですから、はい、必ずつけられたらこの形は一間飛びの方に覗くと覚えておいてください。はい、でこの時にですね、まあ、白としてもつなぐぐらいですね。これあっち行かせたくないよってこんな風にやってきたらですね、これは出て止めて当たりとすればですね、黒は外にこうはみ出ることができますね。はい、なのでこれは、まあ、こんな風になってもですし、まあ、白がつないでてもですね、ここの白が完全に置いてきぼりになりますからね。はい、これもなので黒が成功と言っていいですね。はい、ですから白はまあこのように打ちそうですけども、これもまあ一度ぶつかりまして、でこれも出られるわけにはいきませんからこうですね。はい、で部分的にはなんとなくありそうな石運びになるんですけども、これで黒としては大成功ということが言えます。はい、なんでかと言いますと、まあ部分的にはありそうな石運びなんですけど、やはりこの2つの交換が結構白としてはひどいんですよね。はい、というのもですね、ここのね白のこの手がなければね、三々も当然ないわけですから、白からね三々に入る余地があるんです。抑え込んでから三々とかね、なのでこう打っちゃってるとここの石の働きがねほとんど地できてませんからね。はい、なのでまあ、非常にねここの傷の具合もあるし、まあ守るようだとねなんとなくあの壁はできますけど陣地ができにくいなという形になりますよね。はい、なので、うん、これで黒が十分というところですね。ということでこの打ち込みがですね通常の時よりかなり厳しいんですよ。はい、これが例えば定石がこうですよね。滑りがない場合ですと、まあ、同じようにやってみましょうか。滑りがないとねこうなって、まあ、さっきの石運びだとこんな感じになるんですけども、はい、これはね、まあ、張っていく手もあるし、抑え込んでからこんな風に打ったって、まあ、隅が要は黒が三々打ってませんから白地に簡単にすることができますよね。はい、なので先ほどと全然違うんですね。なのでまあ黒としてもこんな風に打つことがあるんですけども、例えばこんな風に打っておきましてもね、はい、うん、なんかこんな風になるね一つの型もあるんですけど、こうとかね、はい、この時にやっぱ3-3が残ってるのすごく大きいんですね。3-3に打ってまあ、こんな風になる展開もよくあるんですが、こうなるとですねやはりここを取られてしまったけど代わりに隅取ったよっていう風にね白としては振り返れる余地があるんですけど、最初にね滑りを打ってしまうとそのような手がこう、ですねごめんなさい、最初にですね、はい、このような滑りがあるとちょっとそういった手が三々に振り返る手がなくなってしまうよということで、この構えが、なぜ打たれないのかという理由になるわけですね。はい、ということでぜひねこういうちょっとだけこの構えを見たらね、まずんちょっと怪しいなと思えることが今日の動画ではね大事かなと思います。でぜひこういった形を見たらですね、白が守ってない時にですね果敢に打ち込む手を使ってみていただければと思います。はい、ということで今日ねちょっと早めですけども、ぜひ覚えておいてください。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ねいろいろな動画撮っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。